来のスタートってどういう形でスタートされたんですか？本当に沖縄ではね、もう常に基地から派生する事件事故って起きてるんですけど、もうその2017年にやっぱりすごく高江 の, ヘリの炎上事故だったり、その後も普天間の保育園に部品が落ちたり、でその後に、窓が8キロもある窓がですよ、で体育をしてる子どもたちのグラウンドに落ちてくるって、こんな国ないだろうって。でしかもなんかそれがやっぱり一瞬の報道で終わってしまうって、そのニュースだとやっぱり全国にこう届けたいって思ってもどうやっても1分とか、もう悪い時は45秒とか、生活者の思い、私たちにとってやっぱ暮らしの問題だし命の問題っていうことがやっぱりこう自分の中でもニュースとかだけでは伝えられないこの悔しさがあって、じゃあどうしたらいいかって、じゃあドキュメンタリーにしよう、生花ちゃんの力を借りようっていうことでテレビ版になった。直感的にあこの子で作らせてもらいたいって思ったのは、2016年 の, アメリカ軍属が20歳 の, ね、女の人を暴行目的で殺害をしたという事件があった時に、まあ、抗議集会、県民大会に行くわけですよね。でそしたら6万人の人が集まっていて、でもみんな本当に悔しいし悲しいし、で大人としてねやっぱりまた同じことを繰り返させてしまったっていうことで、じゃあこれをニュースで伝えるって言った時にやっぱり1分とかで、しかもやっぱりニュースだと、まあ、すごく言葉もね客観的な引いた言葉になってしまう中で、どうやったらこういう県民の思いっていうのが伝えられるんだろうってこう考えあぐねてた時に、菜の花ちゃんのその言葉 でこの日米首脳会談がね開かれる最悪なタイミングとか、本土で報道されるのは辺野古の抗議活動が大きくなる恐れとか、それが私の喉に刺さって抜けませんっていう、なんかもう皮膚感覚になんか、ね、ビンビンこう届く感じが、やっぱりその彼女の一生懸命考えて自分の言葉で発しているので、もうその言葉の力を借りさせてもらいたいなと思ったんですよね。今、うん、沖縄で先行上映されてますけど、はいはい、反響としてはいかがでした？やっぱりすごくありがたい反響が多くあって、特に県外の人たちをこう私の中では思い描いて、でそこをターゲットに作ったんですけど、やっぱり県内ですごくハッとさせられたのが、やっぱりこうもうみんな辺野古のこととかでこんなに声を上げても選挙があるたびに民意を示してもやっぱり一顧だにされない中で、やっぱどうしてもこう閉塞感だったりとか諦め感が広がる中で、菜の花ちゃんのやっぱりその存在がすごく希望だし、なんか自分たちがなぜ声を上げなきゃいけないのかっていうことをなんか改めて気づかされたさみたいなことをすごく県内の人たちからやっぱそういう声がとっても嬉しかったですね。でやっぱその県民投票まで去年の2月のまた盛り込んだので、テレビ版は実はその菜の花ちゃんが卒業する2018年の3月で終わっているんですが、それからの1年っていう沖縄の今本当激動の1年だったので、尾長知事が亡くなり、で玉城デニー知事が誕生し、でそれから県民投票が行われみたいなところまで、どうしても私が欲張りかもしれないけど伝えたかったので、やっぱりそこまでこう盛り込んだので、そういう意味ではすごくこう県民からも、もうやっぱ県民投票終わってからも本当翌日からね、その土砂が辺野古の海に投入されて、やっぱりみんなそれぞれ心を砕きながらそれぞれの立場で一票を投じたんですよね。でその一票がこんなにも軽んじられていいのかって、本当にそのね民主主義の国なはずですよね。でその中でやっぱりもうなんか県民の中では諦め感みたいなのを醸成されてたりとかする中で、こう見た方が本当になんか諦
めちゃいけないなんか原点を思い出させてもらった、ありがとうねっていうような声をたくさんいただけたのはすごく嬉しい、うん、ですね。あ、そうだった、こういうことがあった、うん、この後すぐあだっただったっていう、うん、その時系列を見ていると、うん、やっぱとんでもねえなと、はい、改めてそうなんですよね、とんでもねえよっていうよね話なんですよね。撮影立ち上がれてる段階で、はい、まあ、ちょっとイレギュラーなことだったりと予想外のことっていうのは何かありましたか？まあもう正直だから、それだけまた、ね、あの時期にこう米軍基地事故が相次いだっていうことももちろんそうですし、やっぱその普天間でねこういう事故がありました、でみんな心を痛めます、 でもそこでやっぱりこうじゃあ辺野古にそれを持っていけばいいかっていうと、普天間の人たちもあちむぐりさあさあって自分たちのねこんな今の思いみたいなことを辺野古の人にさせるのは絶対に嫌だって、だからなんで沖縄でそうやってね封じ込められないと問題がいけないのかっていうことをもういろんな行く先々取材で聞くわけですよね。だからなんかその部分っていうのもすごく表現したいなっていうので、だからそのちむぐりさっていうこの沖縄の人たちの思いが映像化できたらいいよねって言ってて、で本当取材始めて1ヶ月ぐらいの時にもう菜の花ちゃんに何も考えずに、ただなんか好きなうちな口ってあるって聞いたら、あーちむぐりさって言葉気になるみたいなことだったので、なんか本当に今行幸というか、なんかこういい意味でなんか大きな力に作らせてもらってるような感覚が不思議なありましたね。だからもう一つその最初の あの構成作家さんとの話の時に、あのただやっぱりねもう本当名もなき少女の物語だから、ちょっとやっぱりそこがインパクトが弱いっていうところで、じゃあなんか音楽とかって考えた時に、なんかこのアニメのこの世界の片隅に、なんかあれのやっぱ悲しくてやりきれないいいよねっていうのを構成作家さんがポーンっておっしゃって、で、あ私あそのちょうど1年前にこの沖縄の出身の上間彩乃さんがその悲しくてやりきれないをうちな口で訳したら悲しいっていう言葉がない、でちむぐりさって置き換えて歌っているっていうのを生であの演奏してもらったんですよ、番組の中で。でそういうのもあったので、なんかあーってなんかやっぱちむぐりさっていうのがキーワードになったらあの曲も使えるしみたいなところで、なんかガチガチガチってこうピースが埋まっていく。ナレーションも、はい、あの菜の花さんが、担当されてるところと、はいはい、あとあの塚山さんが、塚山さねさんがやられてる箇所とってあるんですけど、はい、もともと菜のちゃんのモノローグは絶対やろうって思っていて、でただやっぱりそのモノローグだけではどうしてもその周辺で起きてることとかなんかそこが骨抜きになっちゃうねっていうところで、でナレーターが誰か必要っていうことで、でこの産後者の夜間中学で菜のちゃんと一緒に三線とかを弾くあのおじいちゃんの砂川さんみたいなスタンスでこう菜のちゃんを包み込んでくれるようなナレーターがいるといいよねっていうので、もう私の中ではもう塚山雅音さんってずっと思っていて、もう塚山さん自身が沖縄でなんかその沖縄の思いを代弁してくれるっていう感じがすごく、そこもピースがこうカチカチっといったかなって思ってますけどね。ここは見逃さないでほしいみたいな。あー全部すごくもちろんその沖縄の今っていうことが主題なんですけど、なんかその、ね、正直その辛い部分沖縄が抱えているあの影の部分だけじゃなくて、本当にその沖縄の明るい部分とか産後者のおじいちゃんおばあちゃんたちの表情が本当にいいんですよね。もうみんなの顔がなんか岡本太郎が沖縄に来た時にこのシワに刻まれているこの人たちの人生の豊かさよみたいなことを言っていて、まさになんかそういうのがおじいちゃんおばあちゃんたちの表情だけでこう見て取れるので、なんかそういう沖縄の良さ、沖縄をとにかくまず好きになってもらわないと沖縄のことってきっと一歩も二歩も進まないと思うので、まあ、この映画は沖縄のファンにまずはなってほしいっていう思いで作ったんですね。お
沖縄関連ドキュメンタリーって、はい、ここ2、3年とかの間、4、5年間の間にポンポンポンと今出てきてるじゃないですか、うん、そういうのをやっぱり意識されることってありました？はいはい、もうもちろんその、ね、やっぱり三上さんが標的の村を作って3作作られてっていう時にやっぱりこんなにも映画にすることでまた広がるんだなって。でやっぱりこう本当はテレビでそれができれば映画正直もしかしたら作る必要はなかったのかもしれないんですけど、この菜の花の沖縄日記のテレビ版実は全国ネットで放送してるんですけど、やっぱ関東圏とかで放送するのは平日の朝4時とか誰が見んねんってみたいな時間だったりするので、やっぱりそこでローカルのドキュメンタリストたちはやっぱりじゃあどうにかこれを、ね、全国に届けたいんだっていうことでの映画化っていう道を開いてくださっていたので、本当にもう三上さんとかにはもう感謝の思いしかないというか、三上作品があってまたこのちむぐりさがあってっていう風にまた見てもらえたら、なんか今まで見てもらえなかった人たち、特に若い人たちとかっていうのがこの作品に興味持ってくれたらいいなと。そうですね、バリエーション増えればジャンルになりますからね。そうそうそう、うんうん。テレビ局ならではの仕込みみたいなのがありますか？はい、やっぱり1日に10人とかのカメラマン、ね、記者、アナウンサーが現場を走っているので、だからどうやったって私一人で全く撮ってないですし、もう本当にこの作品ってあの OTB の報道部のもう本当みんなの力の結集で、私はただそれをまとめさせてもらったっていうだけの話なので、その報道マンたちのなんか汗と涙も感じてほしいなって。例えばその2016年の12月にアブにオスプレイが墜落しました。でアメリカ軍は一切そういう事故 の詳細な情報とかを出さないので、だからもう本当にみんないろんなネットの情報とかを頼りに、しかも真夜中にこう、ね、行くわけですよ。でもどこか分からない、まず本当北部って言ってバーってもう車で行って、でどこだどこだ名護市だなんとかだっていう感じで、もうそこで本当にあのゴクルーとかが走っていて、でようやく見つけたって言って、 でもその後に警察とかが来て規制を張るわけですよね。で出て行けって言われる。でももともとそこにこういたらさすがに警察も排除できなかったりする場所もあったりするので、だから一生懸命もトイレに行くのも我慢して、その規制の中で中継をいいポジションからやるために、やっぱりこの、ね、惨状を伝える、映像として伝えるっていうのが私たちの仕事だから、なんかカメラマンもリポーターもみんなトイレも我慢してずっと夜が明けるまでそこで待っていたりとかするんですよね。だからその本当に報道マンたちの思い、ワンカットワンカットっていうのを届けたい。だから本当ね、浜に不時着しましたとかっていうだけでもいつそれが飛び立つとか何の情報も教えてくれないから、もう2日間24時間体制 でその現場にクルーはねずっと待ってなきゃいけないし、で会社にもそれを受けるデスクがずっと待ってなきゃいけないしって、もう今このネットのフェイクとかの中でその辺野古のゲート前で座り込みをしている人たちがすごくヘイトのターゲットになっていたりとか、でこう若い人たちが警備員側がすごく暴力的みたいに言ってるけど、でも実はその座り込み反対派の人たちがこんなに暴力的なことをしてるじゃないかみたいな、そのなんか切り取られた映像を見て、なんかそういう言説がなんかもう当たり前のようにネットの中で横行していって、でやっぱり県外の若い人たちがそれを鵜呑みにしちゃっているところがあって、いやいやいやと、ね、その辺野古に座り込みに行っている人たち、ね、やっぱりこう確かにお年寄りがね多い、でもそれは当たり前じゃないですか、みんな働いて生活、ね、やっていかなきゃいけない、でそのお年寄りの人たちがもう自分たちはリタイアしたから子や孫のためにって言ってバスに乗ってね朝5時とかから行ったりするわけですよね。だからその思いをの背景にあるものは何かって言ったら、やっぱりその自分の子や孫の命を守りたいっていうことだったりとか、もうとにかく基地の問題っていうのがね県民にとって
暮らしの問題なんだ、命の問題なんだっていうことにみんなわじわじしてるし、心を痛めているし、だからそれをそのあえてゲート前の映像っていうのはなるべくコンパクトにして、本当にその、ね、悔しい悲しい暮らしの実情っていうのを映像化したかった。でも仕方のないことだよ。日本はアメリカに負けたわけだからさ、植民地としか思わない。俺は綺麗なお耳に来てるのに、なんで泣くんだ。沖縄の言葉ウチナーグチには悲しいという言葉はないという。つむぐりさってどういう意味でしたっけ。あなたが悲しいと私も悲しい、それがうちなんちの心、つむぐりさ。たった一人で沖縄にやってきた北国の少女のお話をしようね。岡本菜の花です。よろしくお願いします。2015年春、15歳の菜の花さん、自分で選んだこの学校に入学した。どうしてこんなに明るくいられるんだろう。私はそのことがすごく不思議でした。アメリカ軍機が墜落したと、オスプレイが墜落しました。女性の遺体を遺棄した疑いで、うちの班中異性って悩みなんだ。卒業までの3年間菜の花さんは沖縄を自分の足で歩いて記事にしていた。あのヘリコプターに乗ってる人たちは大丈夫だったかねって言って、こればっかり心配してたの、父はね。みんな明るく温かかった。でも私は明るい面しか知らなかったことに気がつきました。孫のことを思ったら危ないじゃん。空から何が落ちるか分からんし。なんでそれが、そんな簡単なことが。だから一番本土の方に沖縄県のこの状況をもっと知ってほしいと。教えてほしい。なぜこの声が聞こえないのか。いじめられてこっちにおられなんて言ってしまった。沖縄に対してもなんか自分と重ねたところがあるかも。